はい、どうも皆さん、こんにちは、たけじです。ということで、今回何をやるかと言いますとね、皆さん、ちょっと今右にいるこの人わかりますか？ YouTube 指名。この方僕怖いんすよ、本当に。なんかめちゃめちゃやばいことばっかやってる人なんですけど、ちょっとみんな見てて一回俺の食らうんす。マジでやばいから。じゃあ、いきますよ。さあ、行け！見せてみろ！俺に勝てるか、おい。俺12だぞ。多分意外と多いっすね。ありがとう。これおかしいでしょ、これ。チーターですか？いや、チーターではないですね。そう、だから怖いんだよ、シメイ君は。いや、ちょっと、言ったじゃん、俺、冒頭でシメイって人怖いって。いや、これ見て、これ。99,999。しかも、これマジですごいのが、PC とかならわかるよ。見て、これ。スイッチ。えぐすぎガチで。しかも、これチートじゃないんだよね。あ、チートじゃないですよ。ってことは、これまさか誰でもできるやつ？あ、もう全機種で、もうスイッチでも何でもできますよ。やばすぎ。これマジでスイッチ勢必見の動画でしょ、これ。えぐいな。ちょっととりあえずね、どうしよう、対マンでいいかな。対マンしながらね、ちょっと詳しいやり方とかをね、僕が聞いていきたいと思います。行きましょう。ちなみに年内チャンネル登録者数10万人以上目標としているので、よかったらチャンネル登録と高評価、そして通知をよろしくお願いします。ということで、続けていきましょう。やっと。しかも、違う、あのね、まずね、対マンする前に、この人、レイダー持ってるらしいんすよ。スイッチで。ちょっと着替えてもらってもいいですか？あ、OK です。来るぞ。来るぞ。これ何なの？これは何なの？これチート？あ、これもさっきと同じチートではないですけど、全機種できるやつですね。スイッチでもできる？あ、スイッチでも全機種できます。ブラボー、完璧です。これだっていつも俺ロビーボットとか言って出してたけど、それ PC 限定だけど、今回見てこれ正真正銘スイッチでやってるからね、マジで。ほらほらほら、まあまあ、このやり方もね、今からね、対マンしながらね、詳しく解説していきたいと思います。ほら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 、労働遅いよ、スイッチだから。ほら、これ証拠だから。ほら、しっかりしっかり遅い。ほら。マジで遅いな。見て、マジくたばれ。お、今来た、今来た。ほら、動くんじゃない。ほら、これチートじゃない証拠ですよ。ほら、もう ただのやつですね、これ。オッケー。じゃあ、武器、とりあえずどうします？青ポン、青朝。チートとか使うなよ、お前。おいおい。使ってきそうで怖えわ。まあまあまあ、容赦とかないから、とりあえず一戦やってみましょう。Let's go。 容赦はしない。ちょっと待って、やばい。うまだろ。やばい、マジで俺今日フォートナイト一回もやってないから、あれなんだよ。まあ、今後クリックにしようかな。怖い。俺がチーターマンだか。なにー、やばいやべ。うわやべやべ。途中でチートとか導入しないでくださいよ。あ、まあスイッチなんで。あ、そうか。なんかそのうち開発しそうだよね、スイッチで。オートゲーム使う方法で。うわっ、ボックス、ブーン。おぉ、ジジブロー。オッケー。じゃあ、ちょっと今クラウンス見せてもらうこととかはできる？あ、オッケーです。あ、でもこれクリエイティブだとさ、なんかバグだと、なんかバグみたいでなんかゼロになっちゃう。あ、なるほどなるほど。クリエイティブだとできないってこと？そうっす。なんかバグかわかんないけど、なんか。あ、打撃かもそうっすよ。あ、マジで？ああ、そうだよね。今ゼロだったよね。あ、ほんとだ。ああ、なんかこれは最悪だ。クリエイティブのバグだ。でも実際ロビーでね、実際、なってたからさ、景気いい景気いい。
で、まあ、左上見てわかる通り、まあ、しっかりスイッチなんですけども、なにこれ、やり方とかあるんですか？あ、で、ありますよ。これですよね、皆さん。今のタイマーとかマジどうでもいいから、正直。ね、みんな多分飛ばしちゃう、今のし。じゃあ、ちょっと、やり方ちょっと説明してもらってもいいかな。あ、OK です。じゃあ、まずなんですけど、まあ、皆さん、Discord っていう、なんかアプリがあるんですけど、うん。まあ、チャットサービスね。はい。まあ、そこでですね、まあ、ここあるサーバーがあって、まあ、そこに入るとですね、まあ、ボットがいるわけですよ。おやすみ。まあ、Discord のボットですね。ほうほう。まあ、そうですね。まあ、そこで、まず、なんか、ログインするんですよ、コマンドを打って。ログイン？何をログインするの？ Discord？ 自分のアカウントに。はいはいはい、自分の Discord アカウントをログインすると。なるほど。いや、あれです、エピックアカウント。あ、エピックアカウント？あ、ログインできる場所なんだ。その時点でもう全機種できるんですよね。あ、そっか、何のアカウントでもあれだもんね。もうほうほう。そう。で、そして、まあ、ログインできたら、まあ、その次にですね、まあ、また、まあ、別のコマンド打つんですけど。何、別のコマンドって？まあ、ゴーストクイックっていうなんかコマンドがあるんですけど。はいはいはい。まあ、そこでですね、まあ、まあ、エモートとか、スキンとかはいろいろなんか種類があってですね、まあ、そこをやって、まあ、そしたらですね、まあ、あの、スキンに ID があるんですよ。あの、一つずつ。はい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 。なるほど。まあ、それを入力していくと、そのスキンになるんですよ。スキンも、だからさっき言った通り、レイダーとか今使ってる俺のピンクグールとかもあるって感じ？ああ、できます。おい。スイッチでももちろん？ああ、できますね。ああ、いえ、なるほどね。多分今、こう、うん、はいはいはい。しかもなんかマッチとかもいけるんですよ。マッチもいける？こんな風に俺みたいに、こうやって、こうやって、こうやって。ああ。なるほどね。マッチもいけるってやばくない？これ。これやっぱ、公開するのやめようかな。ちょっとどうしようかな。迷うな。ディスコードがどうちゃらどうちゃらって言っても多分分かんなかったと思うんで、概要欄にね、こね、しめいくんがね、動画を作ってくれてるということでね、ちょっとね、もうスイッチ勢、もうプレステ勢もね、全機種できるんでね、みんなもうぜひぜひやりたい方はね、概要欄からね、このしめいくんのチャンネルに飛んで、チャンネルじゃなくて動画貼っといた方がいいかな。動画貼っておくんでね、よかったらそちらのリンク踏んでね、ね、よかったらね、やってみてください。え、マジでできるんだよね。釣りじゃないのこれ。あ、もうできますよ。もうさっき見た通りね。うん、そうだよね。それが、真実だからガチで。はい。じゃあね、よかったらね、皆さんね、やってみてください。じゃあ最後ね、バイバイでもなんでもいいからちょっと締めてください。じゃあザギジさんの登録もお願いします。バイバイ。ふぅー。